おじいさんは言ってました。昔西原さんのアドバイスでキッチンにもう一つ防犯カメラを取り付けたって。もともとはバイトがサボるのを防ぐためにつけたらしいのですが、まさかこんな時に役立つなんて。おじいさんはこの証拠の提出を堅くなに拒んでいました。息子を自らの手で刑務所に送るようなものですから。森月、私だ。一人調査グループに入れたい人材がいる。手続き通り精神状態の評価を頼む。ああ。わかった。近々彼女と会えるように手配しておく。青い食堂食徳事件について開廷します。まずは原告代理人から起訴状を朗読してください。私バルドル法律事務所藤井明は、被害者計6名の依頼人を代表し青い食堂に訴訟を提起します。今月3日金曜日、田中様ら6名の顧客が青い食堂で昼食を食べました。被告人の管理不備で殺虫剤が海鮮と豆腐の煮込みの原料の潜水に混入、食べた数名が入院治療を余儀なくされ、今回の事件は被害者の健康を損ねただけではなく、彼らにひどい心理的外傷を与えました。現在被害者らは食事に対し猜疑心を持つようになり、毎日の食事に抵抗を感じています。したがって被害者の総意で青い食堂に1人当たり200万円の賠償を請求いたします。被告人、原告側の陳述に対して異議はありますか？被告人は賠償金の支払いが困難なのでしょう。だから弁護人が法廷で根も葉もない話を捏造しているのです。食中毒事件の位置づけは食品安全部門が発行した自己鑑定報告書が根拠となります。弁護人、西原さんは現在本件とは無関係ですが、彼が毒を混入した証拠を提示してください。
許可します。西原海斗さん、出廷してください。あのジジイは追い詰められて頭がおかしくなってるんだ。西原さんの言葉遣いは褒められたものではありませんが、弁護人は我々の注意をそらしたいのでは。それは諏訪さんの一方的な言い分だ。それに個人的に有害な薬品を購入していても弁護人には教えないでしょう。そんなの当てずっぽうだ。レシートには口座番号の一部しか表示されてないのに、なぜ俺の口座だとわかる。それは仮に俺が買ったものだとしても、俺が殺虫剤を入れた証拠にはならない。あの殺虫剤は自宅用に買ったんだ。それをジジイの店に営業に行った時に落とした。それの何がおかしい。もちろん事件が起きた後、ミールキャットはオーダーメイドの危機管理コンサルサービスを提供してるから、ジジイのトラブルを解決してやろうと思ってな。けどあの主戦度は金のために葵食堂の名誉を捨てたんだ。裁判官、私の依頼人たちは諏訪さんとの和解を試みましたが、彼が賠償金を払えないというのでこうして裁判になった。俺は諏訪に上級プランを勧めに来たんだ。でもいなかったから店内で少し待たせてもらった。けど15分経っても戻ってこないから諦めて帰ったんだ。裁判官、西原さんの説明は合理的だと考えます。彼はただの勤勉なセールスマネージャーで、毎日業績を上げようと奔走して社会のために奉仕しています。
俺は喉が渇いて、それで水差しで水を汲んだんだ。それは水差しの調子がおかしかったから分解して確かめただけだ。そうだ、俺には動機がない。どうしてこんなくたびれた食堂で事件を起こす必要がある。高校を中退して捨てらしに来たばかりの俺をジジイが、諏訪さんが支援してくれたから大学に進学できたんだ。彼には感謝している。ミルキャットに入社後もボーイ食堂の経営支援を考えてたんだ。彼を陥れる理由がない。弁護人、言動には注意を。西原さんの質問に対し反論はありますか？裁判官、弁護人はすでになすすべなしと見受けられますが。俺が得をするから殺虫剤を入れたって、そんなのデタラメだ。この録音は確かに西原さんと諏訪さんの不仲を証明できますが、西原さんの犯行を証明できるものではありません。弁護人はポンプ式水差しから西原さんの指紋が見つかったとおっしゃった。だが指紋は西原さんのものだけでしたか？しかしそうなると、彼らが水差しの内部に殺虫剤を混入した可能性も考えられますよね。日頃から扱っている代物なら、内部に指紋を残さず、フィルターに直接殺虫剤を混入できるかもしれません。もしそうなら、葵食堂の責任は重大です。弁護人、あなたは自分で自分の首を絞めたことになりませんか？弁護人、確かに西原さんへの疑惑はありますが、彼を有罪とする決定的な証拠がありません。
この仮面、まさかお前。何か言い分はありますか？これは違う。裁判官、俺は追い詰められていたんだ。会社に業績アップを強要されて、同僚たちもいろんな手段を使ってるんだ。なのに俺一人だけ有罪だなんて理不尽だ。捕まえるなら会社もろともだろ。西原さん、その発言は自白と受け取って問題ありませんか？それでは判決を言い渡します。青い食堂食中毒事件について審理した結果、事件の性質に重大な変化が起きたことが認められました。よって原告の賠償請求を棄却、被告人の賠償金支払いの意思については刑事裁判終了後に再度審理します。司法警察の方は直ちに西原容疑者を拘留し、法執行機関に移送してください。じじい、どうしてこんなこと。全部あんたのせいなのに。本当に救いようのない子だ。ミールキャットになど入らなければこんなことにはならなかったかもしれない。なんだと。左京に負けたならまだしも、テミスの初級弁護士にも負けただと。信じられない。被告人、特に言いたいことは？いいようですね。ではこれにて閉廷します。